防衛線を通過できるよう迫撃砲部隊が待機している。準備しろ。集中攻撃を始めるわよ。何らかの防衛システムによって迫撃砲が阻止された。突破できたのはわずかよ。くそ、強行突破だエージェント。やり直しは効かないからな。エージェントが助けを求めています。ドローンを使う。異常エネルギーを検知しました。こんなの見たことがない。ターミナルから来てるようだ。入って出所を突き止めてくれ。調べてくれ。さあ、システムの濃度無効化。システムの濃度無効化。ようやく解除されてる時ですかね。速やかな医療処置が必要です。自作システムだったらいいが、格納庫で積み荷目録を公開。他に何を運んでたのか知りたい。ネットワークアクセスポイントを検知。そのターミナルにつないでみるんだ。転送完了。相当な量のデータだ。調べるのに数分はかかるぞ。敵の無線を傍受。ディビジョンがいる。あの飛行機には近寄らせるな。絶対にだぞ。連中が守ろうとしてるってことは何かあるな。飛行機を調べろ。毒ガスを検知しました。連
ラーバッグ配置。これはドートとカーターの様子を。空気環境許容範囲。重度の外傷を検知。エージェントが助けを求めています。アイザックのデータによると、レイザーバックはブラックタスクが持ち込んだ新しい移動性兵器のようだ。乗り物であることは確かだが、戦闘的な機能については不明だ。いずれにせよ吹っ飛ばさないとな。レイザーバックはまだ荷卸しエリアにあるかもな。手荷物処理場からモールに向かえ。敵の無線を傍受。ウィーズルが応答しない。死亡したか。了解。全部隊戦闘に備えろ。手を使ってくるかわからないからな。セキュリティシステムが起動中。まずいぞ。レイザーバックを探して破壊しろ。全ての二次システムがオンライン。一次システムは 76% だ。全面戦闘準備が完了するまであと60秒の見込みとなってる。この空港は絶対に渡さないぞ。ここで食い止める。ビークル指定 DDP-52 レイザーバック確認。ぶっ壊してやれ、エージェント。気をつけろ。
システムが露呈。重要システムが損傷。ミサイルパレットが起動中。ブラックタスクの実験兵器を大量に破壊したな。チームを送って回収できるものは回収させる。有益な情報や機材があるはずだ。エージェントがオフラインになりました。